アーリー・ウィン・ジュニアは、アメリカ合衆国、アラバマ州ハートフォード出身の元プロ野球選手、ウト・リョダ。ニックネームは、ガス。23年間現役を続け、通算300勝を挙げた。1937年に、ワシントン・セネタースとアマチュア契約を結び、1939年に、メジャーデビュー。1943年に18勝12敗。 防御率2.91の高騰を見せ、その後1947年まで防御率3点台の安定した成績を残していたが、1948年に8勝19敗と大きく成績を落とし、クリーブランド・インディアンスにトレードされる。インディアンスで、ウィンは当時ピッチングコーチをしていたメルハーダーから変化球の投げ方を指導された。 すぐに変化球を習得したウィンは1950年にリーグの最優秀防御率投手となる。インディアンスに在籍した1957年までの間でシーズン20勝以上を4度達成し、1954年には最多勝投手にもなった。オールスターゲームは1955年に初めて出場したが、この時にはすでに35歳になっていた。 1957年にトレードでシカゴホワイトソックスに移籍し、1959年に22勝10敗の成績でホワイトソックスのリーグ制覇に貢献、同年のサイアング賞を受賞した。40歳を過ぎてからは登板機会も減ったが、300勝が目前だったウィンは1963年にインディアンスに復帰、同年300勝を達成して現役を引退した。 殿堂入り資格を得て4年目の1972年に記者投票の得票率76%でアメリカ野球殿堂入り選手に選出される。引退後はトロントブルージェイズのラジオ実況解説者を1977年から1980年まで務めた。1999年フロリダ州で死去。ウィンは気象が荒く、もともと強気の内閣攻めを得意とする。 高速球投手で、打者たちには最も恐ろしい投手の一人として知られていた。息子のジョーと遊んでいる時にさえ、2本続けて打たれたら、ブラッシュボールを投げ込むほどだった。打撃練習で、ウィンが投げていた時、チームメイトのジョーカニンガムが、ピッチャー返しを打った。するとウィンは、3球続けて、ブラッシュボールを投げつけた。ミッキーマントルにピッチャー返しのヒットを打たれた時などは、 次の打席を待たずに報復しようとした。牽制球の振りをしてマントルに高速球を投げたのである。その一方で、投手ながらスイッチヒッターであり、そのバッティングでも実力があった。現役通算でウィンは90回代打で登場し、史上4人目となる投手による代打満塁本塁打を放ったこともある。ありがとうございます。